あ、やばい、ちょっと本気で晴れ、ちょっとマジで本気で晴れてきたかもしれない。眩しい。あれ、さっきの雨どこ行ったの？雨雲さん。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシノッピーです。今回はね、外雨が降っているので、ちょっと前に施工した撥水材の走行映像をね、ちょっと撮りに行こうかなと思っています。で、今回撮影するのがクリーン XG と、あとエアワイパーで、これ両方とも片面はね、ハイブリッドストロングが施工してあって、で、もう片面にクリーン XG と、あともう一台がエアワイパーが施工されている状態で、まあこれね、あくまでも撥水力っていうのかな、走行時の撥水の映像を撮るだけなので、まあ耐久性とか施工性とかその辺とかはね、もう一切関係ないので、まあ、どういう水の飛び方をするのか、その辺をちょっとね、比較対象としてハイブリッドストロングを置いて、まあ、どんな感じの流れ方なのか、その辺を見ていこうと思います。そしたら早速走行映像の方ご覧ください。はい、そしたらこちらがね、クリーン XG とハイブリッドストロングの走行映像になります。で、クリーン XG の方なんだけど、今日ね、車がね、借りれないっていうのがちょっと事前に分かっていたので、他の車に再施工しました。以前の施工動画は、まあ、施工してすぐに水をかけていた状態で、これはまあ1日置いて、今雨が降っている状態、これの違いがね、あるんだけど、まあ、どれぐらい差があるのかまではちょっと僕には分からない。で、まあ、施工状況はそういった感じ、1日前に再施工してありますよ。まだ全然スピードとかは出ていないんだけど、クリー XG の方が水滴ちょっと大きいかな、ハイブリッドストロングの方が小粒、大きい粒になるまで水滴がこの滑り落ちない、そういう考えでいいのかな。まあ、とりあえずね、この後高速道路を走行して、まあ、その撥水力っていうの、飛び方の違いをもう少し見ていこうと思います。はい、そしたら高速道路の走行映像、ハイブリッドストロングの方が早めにね、飛び始めました。今だいたい80キロ出てないぐらい。クリーン XG の方も飛び始めてはいるね。どう、ちょっと皆さんね、判断してもらいたいなと僕は思うんですが、一応まあ24時間効果が必要っていうことが書かれていたので、まあ1日置いた感じなんだけど、どうだろう、撥水はしてるけどっていった感じかな。水滴はどっちの方が飛んでるかって言ったらハイブリッドストロングなのかな、まあ、その撥水力だけのところだから、僕は見てるのはこのどっちの方が先に飛ぶかとか、そういうところしか見てないので、まあ一概にどっちがいいっていう、まあ、全てをここで決めるっていうものでもないとは僕も思っています。じゃあちょっとワイパーを使ってみます。なるほどね。僕はね、クリーン XG の方が白っぽくなってんじゃないのかなと。そしたらもう一回ワイパーを使います。どう？どうなの？僕はね、ハイブリッドストロングの方がクリアに見える。気のせいかな、うん、ワイパーの動きのぎこちなさっていうのは、まあ、両方とも感じられないです。で、ちょっと今ワイパー使ったので撥水性能、まあ、今のでね、あのがっつり落ちちゃってる可能性もあるので、もう少しね、ちょっと下道の映像を流そうと思います。そんな、まあ、ワイパーを使ったからって撥水性能が落ちたっていう感じはしないかな。まあ、とりあえずクリーン XG はこんな感じで終わり。次はエアワイパーだね、楽しみや。はい、そしたら最後にエアワイパーの走行映像になります。右側にエアワイパー、左側にハイブリッドストロングが施工されています。で、これはね、施工時、あの水道水で水をかけた時はそんな大きな差がなくて、まあ、走行時の撥水ってなったらどうなんだろうってすごいね、僕はまあ興味があった。なので、まあ、これからまあ高速道路を乗るんだけど、まあ、どんなもんなのか、まあ、両方とも同じぐらいの撥水力なのか、それともどっちかがね、ずば抜けていたりとか差があるのかどうかっていうのが正直気になるところです。で、まあ、施工はエアワイパーね、撮影日からまあそのまま放置して、今日雨が降ったので走行映像を撮っています。
だからまあ10日ぐらい前かな、施工したの。撥水材が落ちてるっていうことはないと思う。でこの下道はこの水滴の大きさそんな変わらないかな。両方とも小さめの水滴がガラスに付着しています。もうちょっとスピード出てみたら何か違うかもしれない。少しずつ動いています。両方とも動い、あー同時か。いい勝負だな、これも。どう？違いある？ちょっとね、雨が弱まってきたかな。けど水のこの動きは今のところ大差ないかな。両方ともね、すごいね。けどエアワイパーもすごいし、ハイブリッドストロングもすごいね。じゃあちょっとね、この辺で一回ワイパーを使ってみます。視界に大きな影響はないかな。両方ともね、すごいクリアです。うん、どっちかが曇ってるとかどっちかが綺麗とかそういった感じはしないね。似てんな。雨もすごい弱まったな。もうちょいね、大粒の雨で見たい。どこや雨。この水滴がね、飛び始める速度っていうのは、まあ、大体一緒なのかなっていう感じは今している。けどこの水滴の飛ぶ数、あ、これちょっと違うね。ハイブリッドストロングの方が多くの水滴、小さい水滴でもどんどん飛んでっている感じがする。中央付近ね、ちょっと違うね。まあ施工の問題もあるのかどうか分かんないけど、全体的にはハイブリッドストロングの方が現状ね、霧雨はもう飛んでってる感じがするな。ほんとそんな大きな差はないと思う。難しいね。若干ハイブリッドストロングの方が撥水性は強いのかな、かなぐらいです。若干ね。うわー難しい、これまた。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はね、撥水材の走行映像を撮影してみました。でこれもう最初にも言ったんだけど、あくまでもその撥水のこの水の流れを撮影しただけであって、耐久性だったり施工性、その辺は全く評価っていう言い方おかしいんだけど、そこら辺はもう関係ないと。だからまあ一概にね、今回こっちの方が飛んでたからこっちの方が絶対いいとか、そういう考えは NG かな。もしかしたらこの撥水性はね、ちょっと劣るけどこっちの方が2倍3倍長持ちする可能性もあるし。で片側にね、ハイブリッドストロングを施工してた理由なんだけど、これはもう個人的にこの撥水力が強いから基準として片側にね、ハイブリッドストロングを施工していた。でまあ見てる人もね、そっちの方が分かりやすいかなと思って施工をしておきました。特にね、ハイブリッドストロングに肩入れしているわけでもなく、僕はね、もうどれがどういう結果になっても僕としてはもうあり。例えばハイブリッドストロングより全然すごいね、撥水力のやつが来てもそれはそれで、うわ来たわ、ついにこの時代が、なんならちょっと抜いてもらいたいわと思っていました。うん、それぐらい。だからまあそのハイブリッドストロングだからどうのこうのっていうのは一切ありません。それとエアワイパーとね、クリーン XG に関してはちょっと前にね、施工動画を上げてるんですよ。でそこで硬化するのに24時間だったら48時間かかりますっていうコメントがね、まあ、何件かあって、もしかしたらすぐ水をかけちゃったからね、その撥水力が弱まってる可能性はなきにしもあらず。これはね、ボディのコーティング剤、ヒラサク GP で試した時もちょっとね差が出たので、その可能性はある。で僕はただただ言いたいのが、使用書にね、硬化するのにどれぐらいかかりますよっていうのを記載しておいてもらいたいな。全く言い訳じゃないんだけど、お互い損しちゃうな、買う側も売る側も。まあ買う側は硬化するのにどれぐらいかかるっていうのが購入する判断基準になると思うんだよね。例えばもうすぐ雨が降りそうだからちゃちゃっと施工して備えるっていう人もいれば、まあ、もっと強力なもう硬化するタイプを使って水に濡れないようにして、もう今までにないような撥水性能を味わいたいっていう人もいると思う。もちろんメーカーの方もこれが本当ならね、硬化にどれぐらいかかるっていうのが本当ならメーカー側もそれを記載してなかったことによってちょっと間違った使われ方をしちゃって、本来のね力をね十分に発揮できていない、うわダメだこりゃって思われちゃうとメーカー側も損するのかななんてね思ったので、まあ記載してあったら嬉しいなと。まあ、嘘か本当かは分からないんだけど、あった方が買う基準になるのですごい楽だなと思いました。
まあ、とりあえずこんな感じで動画の方以上になります。今回の動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。